なんでそんな危険な計画を、再び始めてしまったのかというと、アーマカムの社長に就任した、ジェネディーブ・アリステイド、という女社長が、周囲の反対を押し切って、計画を再開したからです。なので今回の事態を招いたのは、あのクソビッチのせいだ、てんで、みんなから恨まれています。まあ当然ですね。今作では、音声でしか登場しませんが、次回作では、重要人物として登場します。この事態を受け、警察では街の中心部一帯に非常線を設けています。このため、一般人の現場地域への立ち入りは現在禁止されています。事件の詳細は不明なままですが、警察幹部の一人はテロの可能性を指摘しています。それでは、現場のディエゴ・ロドリゲスに聞いてみましょう。警察の発表によりますと、今日の午後5時前、市の中心部にあります防衛産業大手のアーマカムテクノロジー社本社ビルで銃撃戦があったとのことです。銃撃戦の経過などは現在のところ不明です。ビルに向かう陸軍のヘリが目撃されていますが、続報は入ってきていません。警察では市民に外出を控えるよう呼びかけていますが、現場以外の地域に危険が広がる可能性は極めて低いとのことです。惨劇に見舞われたアーマカム社ですが、この事件の発生に先立ち、同社副社長のムーディー氏が出社途中に拉致されるという別の事件も発生しています。現在のところ警察では2つの事件の関連性について言及することを控えています。港で殺されてたビル・ムーディーは副社長だったのか、もっと下っ端のペイペイかと思ってたよ。分かってる、アップロード中だ。どうやらイカルス計画はペルセウスとかいう計画に取って代わられたようだ。この計画にはペンタゴンが出資していたらしい。ベッテルやあの兵士たちはこの計画によって生み出されたんだろう。なるほど、ジェネディーブが強引に計画を推し進めたのも公的資金の大量投入が約束されてたからかもしれないね。国民の血税ならいくら無駄にジャブジャブ使っても何の…なんだこのおっさん。撃たないで。僕はノートン・メイプス、エンジニアだ。シュッ、民間人じゃないか。彼にコムリンクを。もしもし、あんたたち何者だい。正義の味方です。大丈夫ですか。ああ、全くひどい目に遭っているよ。エンジニアだと言いましたが、ネットワークに入る手助けはできますか。僕はペーペーのシステムエンジニアじゃないんだぜ。まあいいや、あんたが警備システムを停止させてくれたらサーバーの方は何とかしよう。ログインできればリモート操作でカットできる。無理だね、独立したネットワークだから。あっちだよ。どうして我々に警備システムを停止させたがるんです。気にするなよ。とにかく手伝ってほしければそれが条件だ。僕はここで待ってるよ。ドーナツの食いすぎで死んだ晩年のエルビス・プレスリーみたいなやつだな。しかしなんでこんな危険な場所を、こいつは一人でうろちょろしてんだ。動きが鈍いから逃げ遅れたのか。文字通りのピザポテチ野郎だな。確かにポテチはうまいけれども。一件メッセージがあります。最初のメッセージの送り主はイアン・ハイブス。ノートン、イアン・ハイブスだ。今朝アリスがオフィスへ来たよ。そのこんなことを言いたくはないんだが、彼女への当てこすりはもうやめた方がいい。僕にとってはどうでもいいことなんだが、セクハラ訴訟でも起こされて特別研究チームに世間の目が集まるとまずいから。何しろ極秘プロジェクトなんだから、よろしく頼むよ。じゃあ。見た目だけじゃなく性格も脂っこいときたもんじゃ、わかりやすいやつだよ。コピー、ブラボー1、2 10分間隔で報告せよ。了解、ブラボー1、2、アウト。くっそ、止めない。そちらの状況は、そちらの状況は、2人やられた。
よく地獄に落ちる、とか言うけどさ、なんで地獄が下で天国が上、って決めつけてんのさ、もしかしたら、地獄って上にあるかもしんないよ。地獄に登れ、って表現がもしかしたら正しいかもしれない。ってなんだこの、マジクソしょうもないヘリクツは、我ながら意味不です。警備室はあれか、警備システムを切らないと脱出できないのはわかるよ。でも楽にそれだと敵も侵入してきちゃうから、それはまずいんじゃない？あんまりやりたくないけど、あのピザポテチの協力が必要だもんな、やるしかねえ。逃してしまったんですが、モニターを見てると、あのピザポが走って逃げていくところが映ります。ちなみにさっき、ピザポがセクハラだかパワハラだかしてた、アリス、ってのは、アリス・ウェイド、という社員で、オリジン計画の立案者である、ハーラン・ウェイドの娘です。いわゆる、コネ入社、ってやつなんで、そこら辺でネチネチ言われてたんでしょう。親族のコネで入社、って確かにあんまり良いこととは言えないけど、僕が知る限り、コネでは言っても、結構仕事熱心でできるやつが多かったので、そんなに気にはならなかったかな。敵だ。早すぎる。まあ、コネがどうだ学歴がどうだ言っても、所詮はただの肩書きだもんな。現場出れば結果が全てだもん。ってなんだこのクソ真面目なオチのない話は。これでいいのか？なるほど、ここが開いたのか。こちらジン、屋上よ。中に入るわ。了解、合流地点へ向かえ。しかしよくもまあ、あのピザポは武器も持たずにここを通り抜けれたもんだな。でもあれか、ここは奴の家みたいなもんだからな、いろいろ抜け道を知ってるのかもしれない。そんで、こっから敵が出てくるので、地雷を設置しときます。はい、スイッチ。ね？はい、スイッチ。よし、ネットワークが再起動したよ。すぐにシステムが復旧するだろう。デルタの偵察チームが行方不明らしい。つまりもう死んでるなこれ、デルタの先人役。となると精鋭揃いだろうけど、今回ばっかりは相手が悪すぎる。警備システムがいくつかのネットワークに分かれているって話は本当のようだな。システムに直接アクセスするのは無理か。なんか今、イベントがあったっぽいけど、見落としちゃったかな？その先はデルタチームの最終所在確認地点だ。現場を確保してジンを待て。
お前も見たのだろう、彼女。彼女がオリジナルだ。前方にフェッテルの反応があると注意しろ。俺は彼女から作られた。そして彼女から生まれたのだ。離れていても俺たちは一つだ。アルマとフェッテルの意志が再びシンクロして今回の反乱が起こったんですね。しかし本当わかんないよな。なんでフェッテルが裏切らないって前提でこの計画を進めたんだ。もし裏切ったら脳内に埋め込まれた爆弾が爆発する仕組みとかがあるんだったら、そら従わざるを得ないんだろうけど、そんな緊急措置装置すらないもんな。穴だらけの計画だよ。お前らプロなのに、もう集まってるしもわかんないか。彼女は囚われのみ、闇の中に浮かんでいる。子宮の中の胎児のように。すぐに見つけるさ。彼女を自由にするんだ。シェット、またロストさ、クソ。アルマを自由にすることがフェッテルの目的、というかアルマの目的、ですね。フェッテル自身も、この行動がアルマに操られているのか、自分の意思でやっているのか、が、いまいちわかってないようですけど。ただ言えることは、アルマとフェッテルにとって、これは自由になるための戦い、なんだよな。そう考えると、こっちが悪もんみたいだな。いや悪もんか、所詮こっちは巨大組織の犬になって、奴らの粗相の後始末、押してんだもん。ひどい。どう思うっち。まさに修羅場ね。もっと具体性のあるコメントはないのか。弾痕がないわ。指揮官の死体も。この連中一発も撃ってないわよ。やったのは何者だ。わからないわ。考えてみてくれ。よし、停止しろ。ベッテルは近くにいるはずだ。どこから手をつけたものやら。ひでえな。おい、北斗神拳で飛行を疲れまくってもここまでひどい飛び散り方はしないですよ。アルマのたまりにたまった怨念の強さがうかがえる。奴らが殺さず確保するってことは重要人物だな。助けて損はなさそうだ。お中元2万銃ぐらいは送ってくれるだろう。義母の糸そうめんセットでもよくかな。2人やられた。回り込むつもりだ。こんだけ苦労してんだもん、多少の見返りは期待しても罰は当たるまい。こちとらボランティアやってんじゃねえんだ。感謝してんならその懐でそれを示さんかい。金よこせ。メッセージがあります。最初のメッセージの送り主はハーラン・ウェイト。マイク、ハーラン・ウェイトだ。今回のベルゼウスの一件についてハベガーは自分に責任が降りかかるんじゃないかと心配しているようだ。君たちのうちどっちがそう仕向けているのかは知らんが、事態は刻々と悪化している。罪のなすり合いはやめた方がいい。専門家の助言に耳を傾けるか、一生牢獄で過ごすか、簡単な選択じゃないか。あまり時間がない。君が賢明な判断をすることを願っている。前も言いましたが、ハーラン・ウェイドは、この計画を立ち上げた人物です。フィアー3を見た人ならわかると思いますが、こいつも自身の出世のために、とんでもなくえげつない行為をしてきた鬼畜野郎です。ところで俺のお中元、じゃなくて、人質はどこだ？僕が行くまでなんとか耐えろ。アホみたいにベラベラ全部喋っちまうと、ようなしとみなされ殺されちまうからお口チャックな。うるせえな、ちょっと待ってろよ。今忙しいんだよ。今度余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。